シャナズ・エアランはアイルランドの議会の上院。議員はセナドワーと呼ばれる。シャナズはアイルランド語で欧米各国で上院の名称として使われることの多い元老院を意味する。またシャナズ・エアランは正式ではないものの上院とも呼ばれ、議員も上院議員と呼ばれることがある。下院にあたるドイル・エアランとは異なり、シャナズ・エアランは直接選挙が行われるのではなく、 様々な方法で選出された議員で構成されている。シャナズ・ゲアランの権限は、ドイル・エアランと比べて、かなり小さいものであり、シャナズ・エアランが反対する、法案について拒否権を行使するのではなく、せいぜい成立を遅らせるほどの権限しか与えられていない。シャナズ・エアランは、その設置以来、レンスターハウスで議事を行っている。シャナズ・ゲアランの議員定数は60となっている。 その選出は以下のような方法が取られている。アイルランド憲法ではドイルエアランの解散から90日以内にシャナズ・エアランの改選を実施しなければならないとされている。シャナズ・エアランの選挙は短期常識投票による比例代表制で行われる。候補者となる資格は21歳以上でアイルランド国内に在住している。 アイルランド市民権を有することであるが、ドイルエアランの議員と兼職することはできない。ところが、大学出身者枠から指名を受けるには10人の出身者の署名が求められるだけであるのに対して、職業別委員会で指名を受けることは制約的なものになっている。シャナズ・ゲアランの権限は、イギリスの貴族員とほぼ似たようなものとなっている。シャナズ・ゲアランの権限は、 直接選挙が行われているドイルエアランと比べても平等ではなく、指紋的な機能、法案の修正といった程度にとどまっている。規定の上では確かにすべての法令には、両院の承認を要することとなっているが、シャナズエアランは、ドイルエアランの決定を覆すという権限は有して、おらず、せいぜい成立を遅らせるに過ぎないものとなっている。また実際には、 シャナズエアランは首相による指名があることから、政権与党側が多数を占めることになる。憲法では、シャナズエアランに対して、以下のような事例で権限に制約を課している。11人のシャナズエアラン議員が首相によって指名されるということは、ドイルエアランの指示を受けなければならない政府がシャナズ、エアランにおいても多数の指示を受けるということを確保する、ものである。ところが憲法では、 ドイルエアランの過度な行動に対して、シャナズエアランの権限を守る措置も講じられている。シャナズエアランは独自の議員規定を定め、また議長や院内総務を選出している。シャナズエアランは独自の常任委員会を設置し、またドイルエアランと共に、ウラクタスとして合同で委員会を開く。なお政府には二人を上限として、閣僚を出すことができる。 シャナズ・エアランには三つの上任委員会があり、そのうちの一つの委員会には二つの省委員会が設置されている。アイルランドにおいて最初の上院となる議会体はアイルランド議会の貴族員であった。イギリスの貴族員のようにアイルランドの貴族員は世襲貴族で構成された。1800年合同法によってアイルランド議会が廃止されるとアイルランドは20世紀まで 議会組織を持たない状態となる。1919年、アイルランドの民族主義者により、長方期的な立法機関として、ドイルエアランが設置されるが、この機関は一員制であったため上院を持たなかった。1920年、イギリス法により南アイルランド議会が設置され、この時元老院と呼ばれる上院が設けられた。ところが1921年に、 元老院が招集されるものの、アイルランドの民族主義者はこれをボイコットしたため十分に機能することはなかった。この元老院は1922年のアイルランド自由国樹立によって廃止されるが、その議員の多くはアイルランド自由国のもとで新たに設けられた元老院で再び議員となった。ショーナドエアンという名称はアイルランド自由国のウラクタスの上院の名称として、 初めて使われた。第一者ナズは行政評議会議長によって任命された議員とドイルが間接的に選出した議員とで構成された。この時 WT コスグレーブは国内のプロテスタントの少数者に特別な代表権を付与するために自らが持つ指名権を使うことに賛成した。当初、シャナズエアランの選出は国民による直接選挙の実施が検討されていたが、 実際に選挙が行われたのは一度だけで、1925年には間接選挙制にとって変わられるような形となり、直接選挙制度は廃止された。アイルランド自由国のシャナズエアランは政府による憲法の変更を遅らせたものの、1936年に完全に廃止された。現在のシャナズエアランは1937年の アイルランド憲法の施行によって設置されたものである。アイルランド憲法が採択された際、アイルランド自由国でも使用されていたエリクタスは、立法府の名称として、省などエアンはその上院の名称としてそれぞれ定められた。この新たなシャナズエアランは、アイルランド自由国のシャナズエアランを直接継承するものであるとされ、そのため新憲法の下での最初のシャナズエアランは、 第二者なずと表現された。シャナズゲアランの議員を指名するために設置された職業別委員会という新しい制度は、1930年代のローマカトリックの社会距離特に1931年の会直、クアドラジェチモアンノの影響を受けている。この会直で、ピウス11世は、マルクス主義の階級闘争の概念は、社会の多様な職業集団の協力と、 相互依存を基礎とする社会秩序という考え方に変えられるべきだと主張した。ありがとうございます。